沖縄都市モノレールゆいレールは5月24日今年度夏頃に開業を予定していた首里駅から浦添市手賀湖浦西駅までの延伸区間約 4.1km の開業日を本年2019年10月1日とすることを発表した。手賀湖浦西までの延伸部開業は当初本年度の春を予定していた。しかしながら用地取得の遅れ、工事請負業者の入札苦情等によって延期、その後さらに10月頃への延期が示されていた。22日に沖縄都市モノレール社取締役会により確認、今回の発表に至った。沖縄県並びに沖縄都市モノレール社では延伸並びに増加を続ける観光客等の需要増に対応をするため3両編成の車両導入も進める。沖縄都市モノレールは起点となる那覇空港駅から終点の首里駅まで 12.9km 15の駅をつなぐ都市モノレール機動線として2003年8月10日に開業した。沖縄都市モノレールには計画立案の当初より首里駅から沖縄自動車道結束点までの整備計画が盛り込まれていた。2008年にはルート選定協議会によって延伸ルートの選定結果が示され、2011年8月には延伸部の軌道特許を取得、翌2012年1月25日に認可され建設工事に着手した。インフラ部等の工事は2018年内で完了し、2019年に入ってからは各種の試験運転が実施されていた。以上、モノレールジャパンニュースフラッシュでした。